こんにちは、プロトリフチャンネルです。こちらの植物知ってます？ビッグボーイとか冬サンゴと言われている植物で、こう色の変化の楽しめる植物です。丈夫な植物ですから、よく日の当たるところ、水は乾いたら肥料は次々と花が咲き実がなるので、水溶性の肥料を月に3回やってやる。そうするとどんどんと株が大きくなって育っていきます。ただ気をつけなきゃいけないのは、こちらの実有毒性なので食べるということはしないでください。まあ触ったら水洗い、手を水洗いしとくということは必要かもしれません。